私たちはバスに乗って修学旅行先に向かっていた。トンネルを抜けるとそこは明るい草原だった。ここはあなたたちにとって異世界にあたります。私があなたたちを賢者候補として召喚したのです。申し訳ないが君たちは残ってもらうよ。能力を持たない君たちを連れていくのは足手まといなんだ。わあ！死ね。何なのこれ。わかるわけないでしょ。俺の能力は任意の対象を即死させるというものだ。何なのこの世界、おかしいよ。人が簡単に死にすぎる。我が不用意に姿を現せば消されるかもしれぬ。タカトをよぎりよ。殺せ。無茶苦茶すぎるでござるよ。ほう、即死か。最も知りたいのはこの私を殺せるかだね。何が死かは俺が決めることなんだよ。死ね。動いてたら生きてるし、死ね。死んだら止まる。死ね。あんたらがどう思っていようと関係ない。死ね。死ね。死ね。